女性のがん部位別罹患数トップの乳がん、どのような症状があるのでしょう。詳しいお話を乳腺内分泌外科医の森下葵先生に伺いました。乳がんで最も多い症状は乳房のしこりです。しかし全てのしこりが乳がんではなく良性の場合もあります。その他の症状としては皮膚の赤み、くぼみ、引きつれ、乳頭の赤み、ただれ、乳頭から色のついた分泌物などが出ることもあります。普段から自分の乳房の様子を気にかけ、しこりや皮膚のくぼみなどいつもと違うところがないかを確認することが重要です。初期治療には大きく分けると局所療法と全身療法があります。局所療法は手術と放射線治療、全身療法は抗がん剤治療、ホルモン療法です。これらの治療を患者さん一人一人の状態を見ながら組み合わせて根治を目指します。一方、転移再発の治療ではがんの根治を目指すのではなく、がんの進行を抑えたり症状を和らげたりなど、生活の質を保ちながらがんと共存するための治療を行います。早期発見、早期治療により乳房を温存した手術を選択でき、全身療法を必要とせず局所治療のみで根治できる可能性もあります。さらに何より、乳がんによって命を落とす可能性が低くなります。早期発見で治癒率が高まるため、定期的に検診を受診しましょう。早期発見、早期治療で治癒率が高まる乳がん、定期的な検診受診が大切です。次回も乳がんについてお伝えします。